どうも、スピーカーけんちゃんです。今回の動画は、こちらにご用意している2つのスピーカーの聞き比べを、ご紹介したいと思います。こちらは両方とも、10センチフルレンジを使用して、箱のサイズが約16リッターぐらいという共通点があります。で、この2つを、聞き比べていくんですけれども、こちらの方が前回同様なんですが、音響の、最後の音響の、スピーカーユニットで、OMOF101 っていうモデル、ユニットです。で、こちらの、ユニットに、今回組み合わせている箱が、ダンプドバックロードホーンの、KH20M2 っていうモデルです。前回は KH19 号っていう、対象ホーンをご紹介したんですけれども、聞いてみるとこちらの組み合わせの方が良かったので、ちょっとこちらもご紹介したいと思って、撮影しました。で、こちらと、ほぼ同じサイズの、北日本音響の10センチフルレンジユニットの、直感共鳴管の KK15 号、こちらも何度もご紹介したことがあるんですけれども、あえてこの2つを、聞き比べっていう形で、今回編集しています。こちらが音響の OMOF101 です。プレスフレームではありますが、振動板の形状といい、強力な磁気回路といい、最後の音響らしい力の入った名機だと思います。今回音響のユニットをつけて、ご紹介するエンクロージャーが、こちらのダンプドバックロードホーン KH20M2 というモデルです。音響のユニットは KH19 号を作ってから、ずっとつけっぱなしていたので、こちら KH20 号の方にはつけて聞いたことが私もなかったんですけれども、ごくごくここ最近、つけて聞いてみたところ、むしろこちらの方が良かったので、一度ご紹介したいと思って今回ご紹介しています。こちらはすごく私も最近気に入って何度もご紹介しているユニットなんですけれども、秋月電子の特化品の330円の10センチフルレンジユニットで、北日本音響 F02710 です。ネオジウムマグネットがついたモデルで、薄くて軽量で、作りは結構いいんですけれども、一見頼りない感じに見えますが、なかなか高能率で、音の方も華のある、艶のある音がして、かなりのお気に入りユニットになっています。北日本音響の、10センチフルレンジユニットは、2発使いで KK14 というモデルを、私も今、リビングルームの、メインスピーカーにして使っていますが、今回のご紹介は、KK15 というモデルで、1発使いで1.2 メートルの音道長を持つ直感共鳴管型のエンクロージャーになります。非常に薄い厚み 5.5 ミリしかない普通合板を使って作った箱なんですけれども、この北日本音響のユニットとなかなかよくマッチングしていまして、気に入っている箱の一つです。こちらは今回、比較視聴する2つのスピーカーの、サインスイープを入力して測った、周波数特性のグラフになります。左側音響の方は、40Hz ぐらいで十分に立ち上がって、若干のあれはありますけれども、トータルで見ると、まとまった、周波数の特性になっているようです。KH19 号よりもこちらの方がまとまりがいいように思います。もう一つの方の北日本音響の KK15 号の方は直感共鳴管らしく、60Hz ぐらいでいきなりぐっと立ち上がる形で立ち上がってきて、少し谷間は出てますが、おおむねフラットとまではいかないですけども、1キロ台若干高いんですけれども、高音低音のバランス感はなかなか良さそうなグラフだと思います。今回のアンプは
ヤマハ AX390 で、トーンコントロールなどは、すべてパスする CD ダイレクトモードで使用しています。空気録音は、録音時も編集時も音量を揃えること以外の加工はしていません。12畳板の間リビングでの環境で、スピーカーとマイクの距離は 1.5 メートルです。音楽の比較視聴ですが、最初に原音を聞いていただいて、その次に音響 OMOF101 の KH20M2 号の空気録音、その次に北日本音響 F02710 の KK15 号の空気録音の順番で再生していきます。サンプル楽曲はジャズ、クラシック、女性歌唱曲の順番で編集しています。それではどうぞお聴きください。Thank you.
私自身は、この世界には絶対的な価値があるものなどはないと思っています。なので、こちらのスピーカーとこちらのスピーカーの音を、まあ、比較するとしても、どちらの方がいいか悪いかっていう優劣をつけるっていうことは、まあ、すなわちそれは私が、どちらの音が好きか嫌いかっていう、まあ、そういう価値観で、喋っていますので、そこのところはちょっとご了承いただきたいんですけれども、でこの KK15 号のこの北日本音響っていうのはもう最近の中でも私の、まあ、一番お気に入りのスピーカーの一つなんですけれども、今回この音響の、OFOM101 をつけた、KH20M2 の音っていうのは結構こちらの音とこちらあのどちらもその甲をつつけがたいくらい結構気に入った音がこちらの方からも聞こえてきました。なのでまあ私もKH19 号がまあかなり力入れて設計しましたんで、もう音響のホームベースとしてずっとまあ別の家の実家の方に置きっぱなしにして、まああまり聞いてなかったんですけれども、まあ2年も経ってからまあこの箱とこのユニットを組み合わせて聞いてみたら、意外なことに、まあ、大のお気に入りのスピーカーと、まあ、同じぐらい気に入った音が出たということでちょっと驚いたところもありまして、で、まあですので、まあ、視聴者様が、まあ、どちらの音が良かったかどうかっていうのも、まあ、好みで、まあ楽しんでいただけたらとは思うんですけれども、
こういった形で、自作スピーカーっていうのはもうどっちがいいのか悪いのかっていう、どっちの方が音が好きかどうかっていうことを一生懸命追求している趣味でもありまして、こんなことを、ずっとやってます。ということで、今回は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。